うまくやれよスカイ。さすがにこれは無茶だぞ。ごちゃごちゃ今頑張ってくれ。うわあ、こいつが依頼の代物だろ。間違いない。ほら、こいつが代金だ。お父様、それはあんまりです。ごめんなさい。いいんだ。下賤な輩に口など聞くな。さあ、行くぞ。嫌なやつだな、偉そうに。仕事だからな。いい気分はしないけどな。ほう、大人になったもんだな、竜道。仕事じゃなけりゃあんなやつに関わりたくもない。商売慣れしてきた、それだけだよ。それにしても可愛い子だったな。女は嫌いなんだよ、優しくされるのもな。どうした、スカイ。リュウド、どうやら新しい依頼だぞ。おいおい、まだいいだろ。金は入ったばっかりだしさ。いてててわかった、スカイ、わかったよ。仕事があるってのはいいことだよね。この先のグラナス教会が護衛を頼みたいだって。はあ、今度は神様かよ。ますますやる気がなくなるな。仕事は仕事だぞ。なあ、そうだね。これがジオハウンドってもんだからね。
そんなんじゃ、俺の命は取れねえな。
こんなことだったらもっと練習しておくんだったわ。なんだ、もうおしまいなのか。誰？俺に構わず続けろよ。私の歌聞いてたの？おいおい、そんなに固くなっちゃ歌えないだろ。何よ、失礼な人ね。あなた誰なの？見かけない顔だけど。何の用です？何の用って言われてもな。俺を呼んだのはそっちの方だぜ。私があなたを？私そんな覚えありません。得体の知れない人ね。早く出ていかないと人を呼びますよ。何言ってんだ？誰もお前になんて言ってないだろう。エレナ、どうかしましたか？あ、あなたはジオハウンドですね。お待ちしておりました。ジオハウンド？そうさ。俺はリュード、こいつはスカイさ。依頼で呼ばれたにしちゃ、随分と歓迎してくれたもんだ。何よ、あなたが変なこと言うからでしょ？エレナ、申し訳ありません。お詫びいたします。エレナ、そろそろ出発の支度をしておきなさい。あ、はい、神父様。取り乱してしまい、申し訳ありませんでした。失礼いたします。疲れるやつだな。これだから女ってのは。ここではいろいろとなんですから、宿屋でお待ちいただけますか。すぐに伺いますか。
政権。そんなんじゃ俺の命は取れねえな。